ハロー、お久しぶりです。今日ねまたあの楽天で買ったものをちょっと組み立てをしたいと思います。今日はずっと前から欲しかったドレッサー、これです。これの組み立て全部ここに書いてあって、これ通りに作ろうと思います。一緒にやろう、後でね。ダハシュトゴミノドロスパシングダ。オーマイガード。今回のはねちょっとレベル高いやつなの。見てこれ何時間かかるんやろ。でもちろんこのいつもの電動のドライバーとなんかいろんなボンドとかなんかいろいろついてるから、でちょっとやったんだけど全部番号振ってあって、後部も全部こう番号とアルファベットで作ってあの書いてあって、で今ねこれをボンドでくっつけなきゃいけないけど、これちょっと怖いね、間違えたらこれもう取れなくなっちゃうから使えへんくなるから、ちょっとねちゃんと綺麗にいや、でお母さんも一緒におる。どんぐらい作ったんやろ。これだけ作った、ここらへん。もう1時でございます。疲れた。Was sagt man in meinem Merk? Direkt glaube ich mir die Komparmato. No. What the fuck? Der war assembled. ほら見て、ちょっとできたぞ。2時でございますね。だいぶできたよ。こんな。へえ、めっちゃ時間かかるこれ。なんか結構こういうのってスペース空いたり、なんか全体的に同じ長さじゃなかったりとかするから、まあめんどくさいね。ちょっと休憩します。もう充電なくなる。まだできてないのに充電なくなっちゃう。これね結構木が壊れちゃうのね。ひどい。これ見て、まだやってまた。わかる。ここ腹立つ。お母さんこれ壊したの。やばい、今もう4時でこんなにできたぞ。イエー。だいぶあと鏡となんかこういう棚みたいなところつけておしまい。めっちゃ疲れた。これめちゃくちゃ時間かかる。しかもね、ちょっと ずれたりとかして完成でーす。今ね4時14分こんな感じ。なんかやっぱ5時間ぐらいかかるよね。で今回のがちょっと多分そのパーツがこの切り方がちょっとあんま上手じゃないかな。一応リンク残します、どこで買ったかいくらやったとか。まあ私は買ってないけど、あの誕生日プレゼントで、エイメタのキッチンよりはちょっと作るの難しかった。
結構作って、また外してまた作ってみたいな、いや、何回かやってて、であのボンド全く意味ないような感じがする。でちょっとだけでもずれてるとこれ後でなんか合ってない合ってないみたいな感じになっちゃう。なのでもし買うんやったら気をつけてね。こんな感じ。イエーイ。ミラとかもこんなマグネットとかついてて、でこれも自分でこう合わせれる、例えばここだったりこっちだったりできるから、へー以上です。また次の動画も見てくださいね。バイバイ。